はい、どうも、大島ちゃんでーす。今日は、ファミリーマート、ファミリーマートで何かちょっとデザートでも買ってこようかなと思いまーす。それでは、行ってきまーす。はい、ファミリーマートで、ちょっと、お買い物してきました。まあ、今日買ったのが、こういうプリン、これはこれはお芋のモンブラン、297円、税込みで320円。まあ今ちょうど時期的に、さつまいものなんか時期なんで、いっぱいこのさつまいも のパンとかデザートなんかいっぱい、並んでましたね。まあこれちょっと今日食べてみようと思います。はい、そして次に買ったのは、次も、これですね。とも、さつまいも、ベニーハルカのフィナンシェ。フィナンシェ。まあ、これなんか、美味しそうですね。これ何枚だったかな、ちょっと値段書いてないんですけど。まあ、おそらく、150円以上はしたと思います。はい、これとそしてもう一つこれですね、ファミマスイーツの、たっぷりクリームのダブルシュー、165円、税込みで178円。まあ、これシュークリームですよね。生クリームとカスタードクリームがこう入ってるという、ね、まあ美味しそうですよね。まあ、これはまたちょっと明日でも食べようかな。はい、そして、次に買ったのは、ちょっとデザートではないんですけど、春雨スープたっぷりわかめ、このファミマルですね。ファミマル、これも値段ちょっと、140円ぐらいだったかな。はい、ちょっとレシートをもらうの忘れたんで、はっきり金額わかんないんですけど、まあ、これ、明日減るか。うん。最近ちょっと今、食事制限をしてて、まあ、一日一食なんですね。で、昼はいつもこういうスープとか、ワンタン麺とか、そういうのを食べてるんですよね。はい。まあ、これ明日昼食べようかなと思います。はい。はい。今日買ったのは、まあ、こんだけですね。ファミリーマートで買ったのは、まあ、これは今日ちょっと食べてみようかな。お芋のモンブラン。うん。どうかな。まあ、さつまいも好きな人は、ね、一回ちょっと買って食べてみるといいかもしれないですね。まあ、味が美味しいかどうかちょっとわかんないですけど。まあ、値段もこんな金、320円。まあ、コンビニなんで、まあ、ちょっと高いですよね。まあ、けど味は、多分美味しいと思いますね。このファミマスイーツ。ファミマートのスイーツ、このデザート美味しいですよね。いつもファミリーマートとか元気とかセブンイレブン、買ってくるこの、動画なんですけど、ちょっと今日久しぶりに、撮りました。はい、それじゃあまたね、バイバーイ。